レイキフィルムズクリスマス大運動会2023。第2種目は二人三脚しっぽ取り。はい、また二人三脚です。男子ね、だから、りょうちんとゆうくんとれきくんに、しっぽをつけました。ビニール紐でね。はい、こんな感じ。りょうちゃんのシャツ入れてる。後ろだけ。そうなの。違う、逆です。なんで前だけ入れるの、意味が。で、今から二人三脚でその尻尾を取られないように逃げながら他のチームのメンバーの尻尾を奪い取るという競技です。で、勝ち残った順に50点、30点、10点差し上げます。フィールドは今このフロアに引いてある線、四角の線の中ね。え、出たら、じゃあ出たら引っ張ってきます。尻尾ってこれ自分でこうやって持ってるの？持ってない。持ってない。それはもう一生終わらないから。格闘はダメ。格闘はしない。リードか。ダメダメダメ。格闘はダメ。でもさ、なんか予期せぬ事態でさ、走ってバーン。あ、だそれはしょうがないとして。え、それ走れると思えない。そんなにみんな。ジャブはジャブ。ジャブダメだっつって。手を出す。じゃあさ、なんかさ、ルール決めようよ。左側の人は左で、右側の人は右手しか使っちゃう。だからこう組んで、あ、そうね、組んだ状態にしよう。このこれもうそれでいこうか。2人で使える手はこの2本。そう、だからあの離れてる方ね、外側の手だけ。だから取るのも守るのもその手だけ。OK。いくよ。怖い。それではやります。二人三脚尻尾取り、よーいスタート。誰を狙いに行くか。あ、やべえ、2人狙われてる。2人狙われてる。それはまずい。それはまずいぞ。さあ、ちょっとさ、今やろうよ、まず。あ、結託してる。結託じゃねえか。結託じゃねえか。そしてさ、いや、俺たちこうやって追い詰めるからさ、そっちに取って。いや、出されるのか。いや、そうね、どうするか。俺の方に。完全に狙われた。完全にチャイムが狙われた。やめろ。バカ野郎。ニューコン、ニューコン。何やってんだお前は。バカ野郎。バカ野郎。狙われてる、チャイムが狙われてる。あ、出ないようにね、出ないようにね、出ないようにね。出ちゃダメだよ。出ちゃダメだよ。長いって。それが膠着状態です。だいぶちょっとそっちを持って、料金を誘惑して、なぜかほどけて直したもん。やばい、やばい、それがずっと、ずっとチェームが狙われている。そっちを見て、そこがね、一人でリコに。あ、すごい、すごい、なんか今まで見た尻尾取りの中で世界一地味な戦いが続いています。あんまりみんなアグレッシブに動けないから。自分が、おー、あ、取った、おー取った、対抗願望負け、対抗願望、達田くん。ごめん。じゃあまず一回抜けようか。対抗願望チーム抜けましょうか。取った尻尾そのまま、取った尻尾取ってください。ごめんなさい、待っててね。はい、じゃあ再開、どうぞ。これってさ、あれを取ったらお前になる。それはない、それはない。しかも取っても得はないから、その生き残ることに得があるからね。もう相手を早く潰した方が。お父さん、ちょっと待って、審判、審判見てこれ。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、手は出しちゃダメですからね。体掴むのはなしや。
あの、あ、まあ、つかむのはやめようか。危ないから。つかんちゃったのはいい。勝負を決めたいところ。そんなにしちゃってる。誰も手をつなぎたいとは言っていない。そういう競技だからなっちゃうだけで、誰も手をつなぎたいわけじゃない。攻撃しろ。あ、いけ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 。一瞬でも後ろに行くと。
1位が、いちごチームです。あの綱引きがね、みんな引くほどエグくなっちゃうの。いや頑張ってたんだけど、その2人もね、チャレンジャーチーム結構頑張ってたよ。いや頑張ってたよ、それ勝ってるからそう。頑張った。いや耐え抜いてたんだけど、やっぱりね強かったね。やっぱり、うん、やっぱりやっぱりやっぱり何それ差別、うん、もういいよそれ。あんたら強えんだから。重要だった。はい、ということで今の得点確認してみますか。はい、はい、まずチャイニーズタイムチーム、現在合計得点が40点ですね。イタリコーダモチームも40点。おお、バランスですか。いちごさんが、100点です。いちごさんチーム。逆転するチャンスはあるのこの人。全然ある。全然ある。本当に分かんないから。ということで、はい、続いての競技に参りたいと思います。最初の組は大縄跳び。全部いいよ。そっちか。はい、ということでルール説明します。この大縄跳びに関しては、うん、男女で分かれて2試合やります。男子1試合、女子1試合ね。で、回ってる大縄に1回ずつ、あ、1人ずつ入って1回跳んで抜けるっていう年です。はい、要は8の字飛びってやつですね。うん、まあ、あの前回やったそうそう抜けてって、またそのゆうくんが2本もついて、また入ってっていうをやります。で、引っかかった人は当然抜けます。それから、回ってる縄に入るタイミングを見て、1回までは見送っていいんだけど、2回以上見送ったらもうその人抜ける。なるほど。はい、だから、すんなり入ってますっていう。1回は見逃していいの？いい、1回まではいい。で、勝ち残ってた順に50点、30点、10点、個人に差し上げます。で、男女それぞれ個人で獲得したポイントを足してチームのポイント。私が良くてもって。そう、そういうこと。謝るだから、例えば今みたいに女子勝ち残り1位で50点取っても、男子勝ち残り3位で10点しか取れなかったら、チームの得点60点。なるほど。になります。アサウトの判定は僕とレイヒ君でいい感じにします。はーい。レイヒ君がいます。レイヒ君がアウトの判定して。アウト？あの、あれ、見送り。アウト。違う違う違う、バカかよ。バカかよ。もうアウトを言いたいだけじゃないですか。どうぞー。さあ、かなり早いよ、急戦なのよ。もう一回やろうよ。全然疲れてないのに。
続いて2位、100点、対抗弾。でもね、対抗弾棒はね、両チーム の今さっきのね、めちゃくちゃ盛り返した。おー、やばそう。すごいね、すごいね。そして、1位、いちご、180点。いや、すごい。あけえな、デイ君。なんかずるしてない？180点。100点もさ、つけられて満点さ。デイキ君のさっきのが足を引っ張りました、完全に。違うもん、ペアが。貫禄がある。うん、顔がね、顔がね、あんまピンときてないですけど。はい、ということで、ただ実はまだ本当に巻き返せるのよ。そう、マジで。最後の種目に移りたいと思います。